中段から5番斉藤敦史が外に持ち出して3番本間を抑えようと上がります。5番斉藤が抑えて前に立って3番本間蓮は中段を終えて3番手、4番石田天台5番手の状況が続いています。中段と前段入れ替わって近畿勢斉藤敦史が今日も先頭で鐘を聞きそうです。斉藤敦史、龍門貴則、その後3番本間蓮が3番手、2センター踏み込んでくる4番石田天台ロングスパートで1番長谷川辰徳口が開いて内目狙ってきますが離れました。地元勢2人で出まして4番石田天台から7番浦山和英、3番手が5番斉藤敦史、4写真5写真離されての第2選考です。近畿勢中段3、4番手でその後3番本間蓮5番手、長谷川辰徳が後ろになりました。地元勢軽快に引っ張る4番石田天台、後ろ7番浦山和英、この両者3番手はどうか。5番手から3番本間蓮が近畿勢に迫ってくる、その後ろからは6番の幕根拓磨など先頭石田天台降臨、2着7番浦山和英、3着は2番龍門貴則か3番本間蓮か。